はい、グリーンズのホームページをご覧の皆様、どうもジェシーです。あなたも暇ですね、グリーンズのホームページ見て。グリーンズホームページ見ると俺がいたみたいな、ね、よかったですね。はい、いいのか悪いのか、まあさておき、あのですね、あの3月23日もう過去の話になりましたが、過去も未来も関係ないみたいな、どっちやねんみたいな、どっちもいいんですけど、3月23日本当に自分たちが自信持って紹介できるアルバム To a person that may save someone。 え、なになに To a person that may save someone。 え、なになに To a person that to the means。 言いにくいよね、わかるけども、そうやって一言じゃ説明しきれない言葉をつけたかったアルバムでもあります。最近のアルバムは一度聴けば、ああ、あのアルバム良かったね、あれ二度聴いたっけな、三度聴いたっけなってアルバムがあんまない中、聴き込むアルバムって、昔アルバムってそういうもんだったの。スマパンが新しいアルバム出した時、スマパンってスマッシングパンプキンズバンドがあって、ギッシュでサヤミーズドリームでどんどん出てくるんだけど、徐々にあんま聴き込まなくなってくるんだけど、やっぱ最初の1枚目2枚目どんぐらい聴いただろうな、何年間聴いて、未だに聴いてるしね。 ちなみに2日前の夕食で僕サヤミーズドリーム聴きながら飯食ったし、そういうようなアルバムを作りたいっていうのがミュージシャンの夢で、それが作れた気でいます。自分で感動しました。 It's a fucking great album。 なんでみんなにもぜひ聴いてほしいし、で、まあ、ツアーできます。で、5月6日子供の日の次の日、梅田クラブクアトロ来るよ。なんでグリーンズホームページを暇すぎて見てた人は、5月6日も暇を作って、暇だ、5月6日暇だな、暇、じゃあ今日はゆっくりしようかなってライブ行くの忘れちゃうぐらい暇にしないように、なのでぜひ遊びに来てください。うちにはカンザジーンという関西代表のドラマーがいましてですね、本当にやばいバンド、ライブバンドやってるんで、それを肉眼でご覧にあれということで、ザ・ボーンズからジェシーでした。また会いましょう。さよなら、さよなら、さよなら。